走るときに一つの曲線になってますね、この曲線作るっていうのは実はエンジンの馬力だけじゃなくて、それを 0.2 秒でつながってしまう。例えば6800回転のエンジンが6700回転、はい、きれいに2回転半足りて、タイヤの表面を